松の一生。1547年に終わり、織田氏の家臣、篠原和江の娘として生まれる、後に夫となる前田利家の母、長麗院は、松の生母の妹にあたる、そのため夫、利家とはいとこ関係でもあった。4歳で織田氏家臣、前田利春に育てられる、父、和江が死去、母が終わり、芝氏の家臣、高畑直義と再婚したためである。12歳で利春の四男、利家と結婚し、34歳までの21年間で二男六女を設ける。13歳で長女、幸姫、16歳で長男、利長、17歳で次女、小姫、27歳で三女、麻姫、28歳で四女、幸姫、31歳で五女、嫁、32歳で次男、利政、34歳で六女、次女を授かる。その間、出世し続ける夫を支える。夫、利家は織田信長の下で活躍し、最終的には織田氏重臣、柴田勝家の与力大名となって加賀を与えられる。しかし信長が死去、台頭してきた羽柴秀吉と勝家が激突し、利家は勝家側であったものの、旧友の秀吉側になったことでさらに領地が増える。松はこの時秀吉と会って、勝家側として敗走した利家の危機を救ったという、37歳のことであった。また秀吉の妻、ねねとは昔からの親友であり、夫らも含めて家族ぐるみの付き合いであった。その信頼関係は四女、幸姫を秀吉夫婦に養女に出したほどである。その後も大名として出世した夫を支え続ける。最終的に秀吉が日本を統一。夫、利家は豊臣氏を支える大名、五大老の一人となる。夫が秀吉後継者の秀頼の伝役にもなったことで、妻である松も特別待遇になる。松52歳の時に秀吉主催で開催された第五の花見では主賓の一人であり、淀殿と松の丸殿が揉めた際には、ねねと共に場を収めたという。しかし53歳の時に夫が病死したことで出家して報春院となるが、台頭してきた徳川家康から前田家に謀反の疑いをかけられてしまい、江戸に住むことになる。後を継いだ長男、利長は公選を主張したがなだめ、嫌疑を晴らすために代わりに自らが人質となった。後に幕府が各大名祭祀に江戸で居住するように義務付けるが、松はその最初の例であった。江戸在住中も前田家を守るために奔走するが、重体となったことで伊勢や京で保養する。次男、利政の赦免が土壇場で保護にされた影響である。その後金沢城で71歳で死去する。長らく加賀に戻れなかったが、3年前の長男死去後に許された。化粧料7500石は次男、利政の子である孫、直行が継ぎ、前田と佐野上家として本家を支えた。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。